大将さん、はい、再び一塁側フラッシュインタビュー、はい、村田選手に来てもらいました。はい、お願いします。どうも。いや、大変な汗ですが、すごい歓声でしたね。そうですね、本当にもういつもはね、こうピッチャーの感じとかね、あのバッターのデータを思い出しながらね、あ、行こう行こう行こうって考えるんですけど、だから今日なんかずっとね、あ、もう最後だな最後だなと思いながら勝手になんか出しててね、うん、ちょっと上原とかね、もう適当に出したっていう部分があるんでね、申し訳なかったなと思うんですけどね、やったらすごい歓声がね、耳にこう染み込んでくるというかね。そして見事なヒット、あれは神様のプレゼントですか？そうですね、もうあの塁上にね、立つことないとどっかで思ってましたんで、相手のファーストベースにね、立てて本当に良かったですね、はい。最後に20年間の野球生活を振り返って一言。もう言うことないです。最悪だったと思います。はい、全然ないです。はい、そうですか。はい、それではベンチに戻ってください。はい、どうもありがとうございました。お見事でした。はい、以上です。9回2アウトになりました。止めることのできない時の流れ、決して時代の流れの淀みを許さない決意を自らの退任で世に示した長嶋茂雄です。長嶋茂雄の歴史はプロ野球の歴史、そして日本の歴史です。このゲームのゲームセットの声は背番号3への永遠の別れ、記憶の封印となります。2アウトランナーなし、9回の裏、西です。ショートフライ、今一つの歴史が幕を閉じました。永遠に燦然と輝く背番号3長嶋茂雄、ホーム最終戦ゲームセットです。9対4ジャイアンツ敗れました。長嶋監督のホーム最終戦、そして平成を支えた村田新一、牧原ひろみ、斉藤雅樹3選手の引退試合、白星で飾ることはできませんでした。この後セレモニーです。Drive your dreams。 この棚の本全部これ1万に入っちゃうのよ。こんなにちっちゃいのに。大は小を兼ねる、そんな発想は20世紀で終わりました。すごいよね、ちっちゃな図書館でね。お待たせ。小さいのに大きなゆとり、しかも自由に変われるスペースが嬉しい。ゆったり2列、時々3列、リラックス&フレックス、カローラスパシオ 4WD も新登場。カローラシリーズ完成。沿岸部は低気圧の影響が次第に強まり、今日は晴れ時々雨、ところにより強く降るでしょう。明日は曇り時々雨、ところにより朝げ時々飯。長谷園の味噌汁。そばめしふりかけ、そばめしふりかけ、そばばばん。そばめしふりかけ、そばばばん。なんなんだよそばばばんって。パリパリっと美味しい長谷園のそばめしふりかけ。単身赴任、ホテルじゃ味気ないし、マンションも物入りだし、だったらマスリーレオパレス。この部屋が1ヶ月単位で借りられます。これからはマスリーレオパレス。ハッピー。管理に私自身がかからなくて済みますから。そういう意味ではレオパレスなら30年一括借り上げ、家賃3年分前払い。ハッピー。これからはレオパレスアパート経営システム。中畑さん、はい、
最後は白星で飾ることはできませんでした。でもこの球場全体が作ってくる雰囲気ですよね。はい、これで本当のファンあってのプロ野球というそういう強い印象もしましたね。先ほど試合中もご紹介しましたが、長嶋監督のこちらが色紙になります。野球というスポーツは人生そのものだという文字がこちらには必ず描かれています。徳光さんに伺いましょう。徳光さん、はい、最後は笑顔でというわけにはいきませんでした。でもね、はい、本当にあれでしたね、牧原、斉藤、村田を見ることができまして、はい、これはこれで僕本当に嬉しかったですね。なんかこうゲームとは全く違う、いつも 常にここは戦場でありますけれども、はい、戦場ではないなんかその凱旋の選手をですね迎えると言いましょうかね、はい、そういったようなこの場内の雰囲気の中に自分もその中の人に加われたということが嬉しかったですね。肉眼で見ることができた、それは我々も幸せだったと思わなくてはいけません ね。それから長嶋さんはですね、はい、やっぱり常に華やかでありますけれども、ピリオドを打つときは割合とあれなんですよね、極めて普通の形なんですよね。選手の時もダブルプレーだったでしょ。偵察でした ね、はい、から一番第一内閣の時も、まあ、あれは本当に団長の思いだったでしょうけども、 A クラスに突入したとは言いながらかろうじての3位でありましたし、はい、今回も、まあ、2位に甘んじてですね、でやっぱりこうしてユニフォームを脱がれるっていうのは、うん、なんか家福はあざなえる縄のごとして、長嶋さんだっていいことばっかりあるわけじゃないんだと、まさに野球というスポーツは人生そのものだっていうことを物語ってる、そういう感じがしますね。長嶋一茂さん、はい、まもなくセレモニーが始まります、はい、今どういった心境でこの東京ドームにいらっしゃいますか。そうですね、やっぱり明日も試合ありますけども、はい、本当に村瀬さん、斉藤さん、牧原さんは本当に僕とほとんど年も変わらないで、本当に3人とも非常に思い出がね僕自身もありますし、はい、そうですね、3人の選手のが今日で引退だっていうことは僕自身はすごく寂しいです、はい、監督に関しては相変わらず今のところはまだセレモニー見てないですけども、はい、ホッとはしてます。そうですか、はいはい、放送席でも伺いましょう。まず江川さん、はい、どういったお気持ちで今日のゲームを。やはり中畑さんさっき言われましたけどね、こういう引退のゲームに出られるという選手はやっぱりプロ野球に入ってきて本当に幸せだと思います、はい、でもう一回ユニフォーム着るということはもうできないんで、そういう意味では本当にこのグラウンドでできたという思い出をですね一生持っていけるので本当に良かったなと思います。中畑さん、うん、公式戦の中でねこういった形でファンがこれだけ歓声を上げて引退試合を迎えられたという3人まとめて、幸せもんだなと思いますね、こっちも歓喜が回ってちょっと涙をまだ今ちょっと流れてるんですけどね、うん、堀内さん、はい、やはり3人の選手にはねまずご苦労さんですよ、はい、もう皆さんよくやって、非常にその巨人軍の1ページにね名を連ねられるいい選手が3人引くということで、うん、本当ですね、非常に何て言うんですかね、辛いですね。それとね、監督にはね、はい、僕はもう監督の現役引退、で55年の引退、はい、と3回見るんですね。辛いですね。今、小川アナウンサーの場内コールが出ました。そして斉藤雅樹、実はもう放送席の江川さん、中畑さん、堀内さん、すべて3人とももう目が真っ赤なんです。今、セレモニーが始まります。茂雄の引退を告げた我が巨人軍は永久に不滅です。20世紀の名言として歴史に刻まれました。21世紀、今
2001年9月30日同じ背番号3がグラウンドへ。これだよな。長嶋監督との背番号3番とのお別れです。来シーズンから終身名誉監督に就任します。長嶋茂雄監督のファンの皆様へのご挨拶です。背番号3がグラウンドへ。世代交代を告げる長嶋茂雄監督からメッセージです。本日観戦していただきましたスタンドの皆さん、全国プロ野球ファンの皆様、2001年のペナント終了を待ちまして監督を退任いたします。もちろん明日の甲子園での一試合は残されておりますけれども、本拠地として最後のゲームを滞りなく終了させていただき、惜しくも敗退はいたしましたけれども、ファンの皆様方も納得していただいたかと思います。振り返り見ますと、93年2度目の監督の拝命をいただき、ジャイアンツファンの皆様はもとより、全国のファンの皆様方の温かいご支援、愛情あふれるご指導ご鞭撻を頂戴いたしまして、改めて感謝申し上げる次第であります。チームも60年余の数々の栄光を重ねてまいりましたが、来期からは若い世代の人たちのパワーに託しました。球団のさらなる発展と繁栄に期待しつつ、若い指揮者原新監督にバトンを渡すことになりました。私は40数年の球界に身を投じ、もちろんファンの皆様方から育てられ、さらに皆様方との愛情あふれるご支援をいただきまして、今日まで邁進することができました。しかし我がチームはこれから若い
指揮者のもとに一世紀に向けて邁進するチームでもあります。原新監督のもとにスタッフの皆さん、選手諸君、そしてそれを支えている多くのファンの皆様方の温かい支援をさらに頂戴し、来年、再来年と限りなくチームが一世紀に向けて邁進することを一 OB として切なる思いで記念しております。ファンの皆様方、これから我が巨人を愛していただき、さらに球界の繁栄発展のためにご支援を賜れば幸いでございます。観客の皆さん、全国のプロ野球ファンの皆様、本当にありがとうございました。現役生活で20年間この大観衆の中と大歓声の中でジャイアンツの一員としてやってくることができました。これは私にとって最高の思い出であり誇りです。今日ユニフォームを縫うことになりますが、我が野球人生に悔いはありません。ファンの皆様、本当にありがとうございました。続きまして村田選手です。20年間ご声援ご支援いただきましたファンの方々に心から感謝と御礼を申し上げます。並びに巨人軍各局の皆様、監督コーチ、一緒に頑張ってきた選手にこんな男を可愛がってくれまして、本当に感謝したいと思います。
今の自分があるのも大好きな野球と大好きな巨人軍のおかげと思っております。これから先ちょっと時間をもらいまして、いろいろ考え、巨人軍のためと僕ができるのであればプロ野球みんなのために頑張っていきたいと思います。これからもこんな野球バカな男ですけども、末永くご支援ご鞭撻よろしくお願いします。そして斉藤選手です。今シーズンをもちまして現役を引退することになりました。19年という長い間、ファンの皆様にはいつも温かいご支援をいただきまして本当にありがとうございました。ジャイアンツのユニフォームを着て素晴らしい先輩後輩たちにと一緒に野球ができたことは僕にとって宝です。今後はファンの皆様とともに、ジャイアンツを応援していきたいと思います。19年間本当にありがとうございました。それではここで巨人軍選手から花束の贈呈です。まず選手会長松井秀喜選手にお願いします。藤木優作投手、上原浩二投手、阿部慎之助投手、団体お願いします。指導を受けた松井秀喜です。今は選手会長として去りゆく長嶋茂雄監督に花束を贈呈します。入木が、阿部が、そして上原が、時代のジャイアンツを担う3人がベテラン3人に花束を贈呈しました。それでは来シーズンのジャイアンツを引き入れ原辰徳ヘッドコーチから長嶋監督に感謝の言葉を送っていただきます。長嶋監督、本当に長い間ありがとうございました。野球にかける情熱、野球にかける厳しさ、ファンの皆様に対する思いやり、そして感謝、たくさんのことを教えていただき大変勉強になりました。そのことを忘れずに継承し、そして伝統ある巨人軍の一員として
育んでいくことをここにお誓い申し上げます。また今シーズン限りで現役を引退する牧原君、牧、一軍のマウンドで初めて投げた時150キロのストレート忘れません。村田君、中多摩川のグラウンドで泥まみれになってボールを追っかけていった姿忘れません。斉藤君、清六、驚異のスタミナ、パワーあふれるピッチング忘れません。3人とも素晴らしい野球選手でした。胸を張って堂々と次のスタートを切ってください。本当にご苦労様でした。最後になりますが、今シーズン限りでご勇退されます長嶋監督、我々巨人軍、そして多くのファンの皆様の中ではいつまでも永遠に長嶋監督です。そのことをお伝えしまして、私の感謝の言葉に変えさせていただきます。本当にありがとうございました。さあ、これから長嶋監督とジャイアンツやコーチ選手がこの東京ドームの皆さんにご挨拶に伺います。どうぞ盛大な拍手とご声援でお迎えください。今三塁側の横浜ベイスターズのベンチに一礼をした長嶋監督です。ああ、ベイスターズの選手が一人も帰らずにベンチ前でこのセレモニーを見守っていました。そしてこれから長嶋監督が先頭に場内を一周していく選手たちです。徳光さん、徳光さん聞こえますか。すいませんどうも。100倍と思ったんですけど、多少ちゃんとダメだ、はい、もうあまりには原さんの挨拶が素晴らしいんで。本当ですね、本当にそうでした、ね、はい、長嶋さんの後は待つつもりだね。あくまで淡々と話をした長嶋監督でしたね。そうですね、やっぱり寂しいですね。寂しいね。寂しい、だって家族の一員としてはもっと前に辞めてもらいたかった時もあったろうからね。そうですね、でもいざこうしてな、本当にユニフォームを脱ぐ場面に直面すると寂しいね、カズさんね。そうですね、でもなんか本当なんか終わったような気がしますね、なんか、終わったけれどもやっぱり長嶋監督の言葉はこれはまるではないわけだよ、当店ではなく苦点だよね。苦点でそれで原さんへ繋いだっていうことを長嶋さんは、監督は終始一貫しておっしゃってたんじゃないかなと思いますね。そういうふうに受け止めたいし、日本全国の中にやっぱり長嶋さんがユニフォームを脱ぐことによって一つの時代が終わった、もう野球をっていう人もいらっしゃるかもしれませんけども、監督が言ってたのはそうではなくて、自分がやっぱりここまで作り上げたチームを原さんに継承し、これをまたさらにね、素晴らしい魅力あるチームに彼だったらしていくんだという、そういう
優待会見でのメッセージだと思いますんで、さらにあれですよ、僕よいしょするわけじゃないけどね、さっきの原新監督のコメントを聞いておりまして、さらにやっぱりジャイアンツを応援したくなったね。そうですね、正直なところ、うん、本当にそのいいチームだ、まあ、巨人はやっぱり継承、うん、素晴らしい継承式だったなと思いますね、うん、そうだよね、はい、そうですね、今長嶋一茂さんの口から出た言葉で継承式という先日の記者会見を見ていたと思いました。堀内さん、こうやって伝統が受け継がれていくんですね。そうですね、ましてや今回は非常にいい形で受け継がれましたからね、それを我々は目の当たりにすることができました。中畑さん、はい、感動しましたね、本当にね、こういうセレモニーが野球界にもあるんだなって、初めての出来事じゃないですか。それをやっぱり演出した長嶋さんはすごいなと思いました。そして江川さん、はい、原新監督が選手一人一人に声をかけましたね。長嶋さんが指名した新監督、はい、間違いはないなという感想ですよね。今レフトスタンド、先ほどからいくつも紙テープ、そして花束が長嶋監督への思いを乗せて投げ込まれているところ、もう身を乗り出すようにして時折長嶋監督がファンにありがとうと答える、今もその声が聞こえました。でも田少さん、はい、長嶋監督の表情は実にすがすがしいですね、はい、神々しいね、はい、なんか本当に達観したっていう感じかな。さん、はい、春のキャンプに入る時の長嶋監督というのはいつも本当にニコニコと、さあ始まるんだという喜びの表情がありますね。そうですよね、何かまた新しい喜びの形といいますか、何か終わりではなく始まりを感じさせるような、うん、そうですね、そんな笑顔に見えますね。もう原新監督に始まりの球を出したやっぱりディレクターって感じしますよね。その始まりなんですね、今ぜひスタンドをご覧いただきたいんです。ジャイアンツの旗がオレンジ色に大きく揺れているんです。すごいですよ、何万本あるでしょう、すごい、これは初めて見る光景です。初めてだね、これは。88年に完成した東京ドーム、13年目にして堀内さん、こんな光景は初めてですね。初めてですね。あ、僕もね、長く見てますけども、優勝してもこれだけないんじゃないですかね。本当だな、そうですね、また優勝した時とこのセレモニーとは全然違いますからね、意味合いが。それでもこれだけの人が見てくれてる、聞いてくれてる、そういうことだと思います。そして堀内さん、昭和49年といかがですか。いや、昭和49年はですね、長嶋監督が研究をやめる時なんですね。その時はもう僕らもどういうセレモニーだったか覚えてないぐらい涙が溢れました。今日は非常に冷静に見てますね。ただベンチの選手たちは先ほど阿部にも上原にも江藤にも涙がありました、はい、昭和49年の長嶋茂雄さんはこういう表情ではなかったですね。あ、今バックネット方向のお客さんに手を挙げてオレンジ色の旗が揺れています。なんか僕たちに振ってくれてるみたいです。放送席の堀内さんや中畑さんや江川さんに手を振ってるんじゃないですか。胴上げか。あ、そして選手たちが長嶋監督を囲みます。あ、去年は日本一の胴上げ、今年は別れの、そして始まりの胴上げになりました。3回だね、やっぱりね。あ、そしてまた輪が小さくなりました。今度は牧原です。あ、いいな。
人気者、人柄中さん。そして180勝の大エース斉藤正樹です。いいチームだねジャイアンツは。そして徳光さん、はい、素敵なファンの皆さんですね。そうですね、その一人であることをね今噛み締めてますよ、はい、本当にいい仲間たちです。宮田さんを呼んでるのかな。あ、選手がアーチを作ります。はあ、そうなんだ。長嶋監督が選手一人一人と握手をしながらベンチに戻っていきます。あ、なるほど、これは自然の演出だな、きっと。印象に残るセレモニーでした。本当だな。マンスリーレオパレスがさらに便利に。お部屋探しからお支払いまでの全てがインターネットで。うん、ネットでマンスリーレオパレス。携帯でも OK。さらに検索マガジンも。これからはマンスリーレオパレス。ハッピー。管理に私自身がかからなくて済みますから。そういう意味では。レオパレスなら30年一括借り上げ、家賃3年分前払い。ハッピー。これからはレオパレスアパート経営システム。そのままそのまま。どっか違う。じゃん。どっか違うんだよね。本物は違う。安城王がお手本です。午後の紅茶ロイヤル誕生。ほらね。お茶の甘みがするでしょ。だって生茶は生だから。キリン生茶。 So, what did you want to talk about? Could you drive? Sure. This runs really well. So, how do you feel about being together? Comfortable. So you think it's going well?Very smooth. So, let's get married then. So speedy. Hello, Mom. He said yes. Estima, Ayras. Congratulations. You're my son now. Drive your dreams. ね、本当ね、シンプルだけれど。この放送はトヨタ自動車レオパレス21の提供でお送りしました。サンマの大捜査線スペシャルは10時10分からお送りいたします。田代さん、はい、今セレモニーが行われましたね、はい、その後に松井選手は監督に花束を渡しました、はい、どうですかと聞きますとね、もう言葉が出ないんですよね、それで本当に感謝の気持ちだけですと、この言葉だけしか出ませんでしたね。で江藤選手は、はい、江藤選手もなかなかね、
そのセレモニーのですね、自分の気持ち聞いてみても言葉出なくて、とにかくジーンときましたという言葉だけしかですね、はい、口にはしませんでしたね、はい、松井は全てが終わったら思い出に浸りたいというふうに話していました。あるいはその始まりだったのかもしれません。そして中畑さん、はい、ドームのお客さんを見ても何かこう去りがたいと言いますかね。そうですね、いつものようにさーっとお客さんが出口に向かうという感じではありませんね、うん、やっぱりこの感触をずっと残しておきたいというファンの気持ちじゃないですかね。去りたくないですもんね、まだ一緒の空気を吸っていたいというそういう気持ちが強いんじゃないですか。江川さん、何かこうまだ本当にその日が来てしまったのがピンと来てないようなところがあるいは我々の中にもあるのかもしれませんね。そうですね、ただこういうセレモニー、そして先輩たちの挨拶、監督の挨拶ですね、はい、これを聞いて後輩たちがですね、本当に伝統のある球団で頑張らなきゃいけないなと、自分たちもこの伝統をやっぱり引き継いでいくという気持ちになったんじゃないでしょうかね。そして力をつけることですね。そうですね、長嶋一茂さん、はい、長嶋監督がダグアウトに姿を消しました、どういったお気持ちでご覧になってましたか。やっぱり、もう最後だなと思うと、まあ、明日ありますけども、まあ、あのホームの、ね、ユニフォームを着るのは最後ですから、はい、本当寂しいですね。まあ、監督はそういうこと多分言わないと思うんですけども、はい、本当に、まあファンのためにね、やっぱり全てを本当に犠牲にして、はい、もう何十年間本当に野球界、それとプロ野球界とねずっと来ましたからね、はい、本当に今日たくさんのね後楽園にもファンの方いらっしゃいましたけども、まあ、他にジャイアンツファン、そしてプロ野球ファンのためにね、本当にこの65歳まで、まあ、本当によく頑張ったなと思いますし、まあ、最後こういうみんなの、ね、声援を受けてユニフォームを脱げるっていうのは本当に幸せだと思いますね。まあ、他にねこういう人がっていうか、まあ、出てこないなと思います。まあ、でもね、自分で築き上げた人生ですからね、はい、長嶋さんは、まあ、一茂さんがそう言うと本当に重みがあるなっていうふうに僕は隣で聞いてた思うんですが、いやもう本当に全てを本当にここまでよく犠牲にできるなというね、うん、本当に野球のため、本当にプロ野球のためにね、うんうん、やってきましたからね、まあ、本人はそんなこと言わないと思いますけども、あなただから犠牲にっていう言葉はね使えるんだと思うけれども、うん、その犠牲にさせていたのは僕たちかもしれないしね、それはね。一茂さん、はい、試合前はほっとした気持ちとおっしゃいました、はい、試合が終わったら寂しさがという言葉をお使いになりましたね。今率直にどういったお気持ちですか。いや寂しいし、なんか、まあ、ぽっかり徳さんしますよね。するね、田代さん、はい、村山さん、選手はね、はい、セレモニーが終わった後すぐにロッカールームに全員引き上げていったんですが、桑田投手が明日の遠征用の荷物を出しに一旦通路に出てきました、はい、その時コメントを求めましてもね、すいませんって言って 2回小さくうなずいただけで、すぐにまたロッカールームに戻っていきました、はい、田所さん、はい、入木投手に話を聞いたんですけれども、はい、現役の時に一番お世話になった、牧原さんに花束を渡せたと、今ベンチの裏で目はもう真っ赤ですね、はい、田所さん、はい、ベイスターズの森監督はね、まあ、ゲーム自体は今日は今シーズンやられたことをやり返せた、はい、うちは負けたくなかったと、で前僕が辞めたのはここで日本シリーズ長嶋さんに負けて辞めたんだ、それを考えると、まあ、不思議な巡り合わせを感じるねと、神妙な表情でしたね。あるいは、田所さん、はい、西選手なんですけれども、優勝させてあげたかったなと、で1年目から長嶋監督だったので非常にこう監督交代で複雑な気持ちだと、はい、何か他にしてあげられることはなかったかなと、西選手の目にも、ね、涙光ってましたね、はい、田所さん、はい、安倍選手ですけれども、村田新一選手にあとは任したと言われたそうですね。で長嶋監督にはもう何年後かにもう必ず私が恩返ししますと安倍晋之助は話していました。2001年9月30日東京ドーム、ジャイアンツとベイスターズの今シーズン最終戦、そして長嶋監督がユニフォームを脱いだ日。放送席には堀内恒雄さん、中畑清司さん、江川卓さん、3人の解説、そしてゲストに徳光和夫さんと長嶋一茂さんをお迎えしてお伝えしてまいりました。
本当に田代さんいい場面でありがとうございました。ご一緒させていただいて。背番号3長嶋茂雄は歴史の中でその輝きを失うことはありません。永遠に記憶の中で輝き続ける背番号3。来シーズン新たなる一歩を踏み出す東京読売巨人軍、原新監督の夢の続きです。原新監督のもとにスタッフの皆さん、選手諸君、そしてそれを支えている多くのファンの皆様方の温かい支援をさらに頂戴し、来年、再来年と限りなくチームが一斉に向けて邁進することを一 OB として切なる思いで記念しております。野球にかける情熱、野球にかける厳しさ、ファンの皆様に対する思いやり、そして感謝、たくさんのことを教えていただき大変勉強になりました。そのことを忘れずに継承し、そして伝統ある巨人軍の一員として育んでいくことをここにお誓い申し上げます。我々巨人軍、そして多くのファンの皆様の中ではいつまでも永遠に長嶋監督です。何もない幸福が幸せなの。できたよ。北海道はあったかいです。ハウス北海道シチューとグラタン。ピザクリームにしましょう。パンでグラタン、パンパンパン、新しいメニューができました。さあ熱々を召し上がれ。パンにかけて焼くだけ。ハウスパンでグラタン、ピザクリーム新発売。いい水といい米でさらに美味しくなった新淡麗純米。この秋に贈るデジタルカメラプレゼント、ハクツルです。生きたまま腸に届いて増えて効く乳酸菌の薬です。お腹を整える。新ピモフェルミンです。何もない幸福が幸せなの。できたよ。北海道はあったかいです。ハウス北海道シチューとグラタン。ピザクリームにしましょう。パンでグラタン、パンパンパン、新しいメニューができました。さあ熱々を召し上がれ。パンにかけて焼くだけ。ハウスパンでグラタン、ピザクリーム新発売。テレッピテレッテレテレッ。小泉総理に真っ向大臣。今政治家が一番面白い。世界マル秘映像一挙大公開。永田町ジンプレーコープレー。明日夜9時30分放送。心が動くとき手の中にイクシ。あのデジタルビデオが小さいままで進化したキャノンイクシ DV2 新登場。日本が好きと答えた人は30人以上いるか。うん、どうなる日本。生絞りを飲んで丸×クイズに答えて全部当たった人で1億円分のギフト券を山分け。幸せつかむものすごいチャンスですよ。どうか一つ。